サムスン電子は21日取締役会を開き EJ4 副会長を会長に昇格することを決めたと発表しましたサムスングループの会長ポストは父親の E ゴンヒ前会長が2020年に亡くなってから2年間空席となっていました取締役会は昇格の理由について 国際経済が悪化している中経営の安定性の強化や速やかで果敢な意思決定が求められるためと説明しましたサムスン電子の今年7月から9月までの営業利益は10兆8520億ウォンと去年の同じ時期より31%以上減少しています今回イー、e、新会長は就任の挨拶は行っていませんただ 取締役会の発表に先立ち25日のコイー・ゴンニ前会長の3回期にサムスン電子の経営陣300人に文書を送っていますその中でイ、e、ー会長は「岩思いが国民により信頼され愛される企業になれるよう努めていきたい」とコメントしましたイー新会長はこれまでもサムスングループの経営トップとして事業を率いてきましたが 今回会長に昇格したことで本格的なイ・ジェイオンのサムスン時代が幕を開けました。